はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回も、ウルブズ監督キャリアやっていきたいと思います。はい、でですね、まあ今日は、ウエストハム戦ですね、アウェイでやっていきます。で、まあいろいろとありまして、まああとですね、カバレイロにまあ移籍オファーがあったんですけど、ちょっとまあアーセナルっていうことで同じプレミア内でっていうのはちょっと嫌だなーっていうことで、拒絶してます。で、まあアシュリー・シール選手についてもレンタル移籍が来てたので、まあレベルアップも兼ねて行ってきてくれればなと思ったんですけど、選手自身が、移籍交渉拒否ということで、まあ特に何事もなく、まあインもなければアウトもないという結果で、まあこっからのシーズンを戦っていくということになりました。で、もう一個あとね、レアンドロ選手と、あとゴールキーパーのパトリシオ選手とドハーティ選手の3人が代表に選ばれたということで、1週間ぐらい、まあ、まだすぐではないんですけど、いなくなるということで、ちょっとまあそのあたりも含めて後々っていうところで、まあそのあたりでね、新しい選手を試していければとは思っています。さあ、ということでですね、まあ、早速やっていきたいと思います。今回はウエストハム戦です。さあ、やっていきましょう。ウエストハム戦です。現在リーグの得点ランキングでトップに立ち、注目が集まっています。お、ヒメネス、うちの今のエースですね。そうだ、ヒメネスの去就もそろそろいろいろちょっと考えとかなきゃいかんですね。まあ、エースストライカーなんで、ね、そのまま残しておきたいですね。やっぱりいてほしい。皆さんこんにちは。今日の試合の実況は西岡明彦、コメンテーターには福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合はウエストハムユナイテッド対ウォルバーハンプトンワンダラーズのカードです。今日はアウェーチームはどうでしょうか。このチームは今シーズン素晴らしい滑り出しですね。チームの目標は中位グループへのランクアップですが、この調子ならさらに上位も狙えるでしょう。こちらがウエストハムの先発メンバーです。4-5-1のフォーメーションです。ダリオ・カラグリアって今ここにいるんですね。サンキです。おお、なるほど。で、まあうちはまあいつも通りですね。メンバー的には多分違うかな、確かいつも通りだった気がする。ゴールキーパーがルイ・パトリシオで、フォーバックがドハーティ・デネット、コーディ、あ、ファイブバックだ、ボーリー・ジョニーと、でモウティーノと、ルベン・ネベス、コスタ・ヒメネス、ディオゴ・ジョタですね。はい、戦う前からなかなか盛り上がってますね。サポーターからも勝ちたい気持ちが伝わってきます。今日も大勢のサポーターが詰めかけています。はい、注目の試合ですからね。さあ、やっていきたいと思います。さあ、キックオフ、ウエストハムがボールを動かします。よっ、ああ、いいカットです。ナイスカット、ボールを奪いました。いけ、スペースにスルーパス、ちょっと長いか。いいボールでしたが、ここはクリア。あ、今ちょっと惜しかったな。今取れてなかった。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ちょいアントニオ、カルロス・サンチェス、チチャリートへ、ナイスクリア。ここで大きく前に出します。さあ、もう早くも誰かアップしてますね。マイケル・アントニオ、
ノーマル。うわ、ま、このボールはゴールキーパーが止めました。危な。素晴らしいコントロール。これはどうなりますか。ペドロ・オビヤング、エルナンデス。ちょ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 。低いボールを強く入れた。ダメです。いいクロスに見えたんですが。ペドロ・オビヤング、サンチェス。ちょっと崩れ。アルナウタビッチ。テレ危ない。ネベス、コスタ、ゴー。エルデル・コスタ。ボールをサイドへ振りました。堅いディフェンスに攻めあぐねています。決まるか。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。リバプールが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。あ、ゴールキックか、はい、残念しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。さあ、よ出ないか、出てくれ。ペドロ・オビヤング、チチャリート、チチャリート、マイケル・アントニオ。あ、なんだ今のパスは。さあ、どう組み立てるか。ジョニー、ラウル・ヒメネス。あらら、あったあった。ボールをサイドへ展開します。中盤で奪われるのが多い。しかもそのパースは危ないな。クリア。ここはクリア。危ねえな、相変わらず。守備が軽い。ボールを入れました。シュート。このボールは相手にクリアされました。てか押し込まれまくってるのがちょっと気にはなるけどね。ボールを取りました。さてどうする。ドハティ、コナー・コーディ、モウチーニョに注目です。さあ、スタジアムのテンションが上がります。あー、今のもったいね。どちらが取るでしょうか。サンチェス、ハビエル・エルナンデス。カットしました。ここはどうするでしょうか。やばい。ゴー。サイドのスペースが広く空いています。ディオゴ・ジョータ、ここは味方を使います。ジョニー、中にクロスが入った。あ、入らんか。ちょっとちょ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 、よし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 。ウィリー・ボリー。さあ、前半終わるまでに。モウチーニョに注目です。アンライフ、あー、よいしょ、通った。いけ。サイドからのチャンス、ラウル・ヒメネス。ここはコーナーキックです。ラッキー。勝ち越し点が欲しいでしょう。さあ、前半ラストチャンスですが、ここは決めたいですね。頼むよ、コスター。これはあるか。ここはクリアされました、ね。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。ちょっと押し込まれる展開が多かったのが心配。いかがでしたか、福西さん、ここまでご覧になって。はい、中盤での奪い合いが激しかったですね。この試合は一つのミスが致命傷になるかもしれません。まあ、さあ行こうぜ。さあ、後半開始です。パスをサイドに送ります。ジョアン・モウチーニョ、チャンスを狙っています。さあ行け。ドハティ中央にクロスが上がった。あ、入らんか。ここはしっかりクリアされました。ここはクロスのチャンス。
ここはボールを戻します。エルデルコスタ、これはディフェンダーを超えません。ドハティ、大きく蹴った、クリア、決定的という場面、なんとかクリアしました。ドハティ、味方につなぐこともできます。いけー、あーマジか。このシュートは外れます。外れた、これは決定的でした。これは枠に飛ばしたかったですね。これは決めなかった。ジョタか今のは、しゃあないね。ショートコーナーかよ。でロング、E スポーツがお送りするプレミアリーグ、ウエストハムユナイテッドが次に対戦するのはエバートンです。どちらも相手にとって不足はない。アルナウタビッチ。ああ、ずね。なんとか勝ち越し点を奪おうとしましたが、ここは入りません。ピッチに選手が入ります。エルナンデス。何チームと？ちょっと読めんかった。やばいやばいやばい、それはあかん。ルイ・パトリシオ、モウチーニョ、プレスを受けます、危ないよ、ここは危ないよって言って、そのパスはしっかり予測していました。あー、よし、ランシーニ、ルーカス・ペレス、ハブ、危ない。んじゃぶげ、ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。ウエストハム、予感がする形になってきた。パスコースにはディフェンスがいます。ちょっと押され込まれてるのがちょっと気になるけど、やばいやばいやばい。さあ出すか。モウチーニはここにいます。いけ、これはサイドを上がれそうです。ジョニー、ディオゴ・ジョッタ、ここは中央の選手にクロス、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。なんで 今のはちょっとしっかり取っておきたかったよ。危ねえ、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。試合は終盤に入り、勝ち越しゴールを期待するサポーターの声援が熱を帯びてきました。あー、もったいない。今のしっかりクロス上げときたかったですね。マイケル・アントニオ、ペドロ・オビヤング、カウンターのチャンス、ここは決めたい。タックルが決まりましたが、スローインです。よし、内ボール、ウエストハムが選手を交代します。フィリペ・アンデルソン、ピッチに向かいます。さあちょっと2人ここで入れましょうか。ネベスとコスタに変えて、サイスとアダマ、ちょっとこの2人を使ってみようというところでございます。ヨゴ・ジョッタ、ジョアン・モチーニョ、アダマ、ドハティ、ボールを回しますがなかなか崩れません。クロスを上げたい。あ、オッケー、危ない危ない。中央にクロス、このボールはキーパーが抑えましたね。マジか今の。アダムも結構頑張っていたんだけどね。この試合も残すところあとわずか、スコアは0対0と通らんか。このままいった場合、次のゲームにどう影響するのか。ウエストハムユナイテッドの次の対戦相手ですが、エバートンですね。まあ今日はいいゲームをしています。引き分けで終われるなら次も心配ないでしょう。さあ3枚目、監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。モチーニョに変えて、ギブソワイド、この2人が中盤しっかり組み立ててほしいとこ。アダマ、なんでそこだ。あっさりとパスカット、カ
カウンターのチャンス、仕留められるか。マヌエル・ランシーニ、このスルーパスはキーパーには当たらない。もうアディショナルタイムか、早い。ラウル・ヒメレス、いけー、ディアゴジュータ。ダメか、勝ち越しを狙い、引き分けです。試合終了です。あーなー、でもあのゴール試合は引き分けでした。そうですね、決定的なゴールを挙げることができなかったという思いと、いやー負けなくてよかったという思いがあるんでしょう。決めたかったな、どちらに転がってもおかしくない展開でしたね。あのアダマ選手のゴールはね、シュート決めたかったですね、ヘディングね。結構いい形だったんで、うわー、あれが悔やまれるね。はいはい、ということで、まあ、そうですね、ちょっと決めたかったゴールが何個かありましたね。まあ、アダマのゴールシュートもそうですし、まあ、あとは、そうですね、ディオゴ・ジョータのシュートもですね、まあ、そのあたりは本当に決めておきたかったところですね。お、プレミアリーグの月間最優秀選手にうちから2人出てますね。誰と誰だ、さっき出てた、そうなの。お、しかも僕人気らしいですよ。やったね。まあそんなことはいいとして、あ、これだ。誰だろうね。うちからは？コスターと姫ですか。はあ、はあはあはあ、これはありがたいね。まあ、でもまあ4ゴール上げてる、ね、ヒメネスとかが獲得してくれるといいななんて思ったりしてますけどね。はい、さあということで、残念ながら、まあ、今回はね、引き分けで順位が6位になりましたね。まあ、勝ち点が、8ですかね、2勝2分けか、まあ、まだ負けてないっていうのはまあいいですね、いいですけど、まあ、勝ち点をなんとかもぎ取ったっていう感じですかね。はい、次がバンリーとの対戦ですね。はい、うん、まあ次こそは勝ちたいところです。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうかと思いますね。次回はね、勝ちたいですねまあ、連勝してきて、まあ、まだ負けたわけじゃないんでね、そのあたりはいいかなっていうところですけれども、次回こそ、勝てるようにまたやっていきたいと思いますので、これからもご視聴どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わろうかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。